皆様お疲れ様です。パーソナリティのかすみです。日本に旅行に来た海外の人が、日本のパンを食べたら一目惚れしてしまったという話を聞いたことはありますか？日本のパンは世界のパンとは全く違う進化を遂げているため、その特徴を知った海外の人は、あまりの美味しさにとても驚くのだそう。そもそも日本語のパンの語源は、英語のブレッドではなく、ポルトガル語のパンにあります。日本のパンならではの美味しさは、日本に伝来してからの歴史も関わってくるのです。では、日本のパンはどのような経緯で生まれ、世界に愛されるようになったのでしょうか。今回は、日本のパンと世界のパンの違いについて、海外の反応とともにご紹介します。世界と日本のパンの歴史。紀元前6000年から紀元前4000年頃に交流していた古代メソポタミア文明。この時期に食べられていた水でこねた小麦粉を焼いただけの食べ物にパンの原型があるとされています。次に古代エジプトで古代メソポタミアから伝わったパンを偶然に発酵させたことで発酵パンが誕生。供え物としても作られるようになったようです。さらにパンの生産工程は古代ギリシャへと伝わり、製パン技術を身につけたパン専門の職人が登場しました。彼らはブドウ液から作られるパンを作り、量産できるようにしたのです。その後、ヨーロッパで広まったパンはアジアやアフリカにも伝わっていき、世界各地で主食として食べられるようになりました。日本にパンが伝来したのは戦国時代の1543年。偶然にも種子島へと漂流したポルトガル人により鉄砲とともに伝えられました。その6年後、イエズス会のフランシスコ・ザビエルを筆頭とした宣教師が日本でパン作りを始めたのですが、鎖国体制が敷かれるようになってからはキリスト教と同様にパン作りも禁止されてしまったのです。鎖国下の中でも唯一パンを作っていたのは長崎の出島。異国文化の窓口として西洋人が多くいたため細々と作られていました。江戸時代が後期に差し掛かると欧州各国の動きが不穏になり、1840年には隣の中国でアヘン戦争が勃発。イギリスが勝利した頃には日本も攻められるのではないかと江戸幕府は警戒を始めます。そこでいざという時の兵糧として注目を集めたのが長崎で作られていたパンでした。戦地で米を炊いてしまったらその煙が敵に居場所を知らせかねません。それに比べると長期間保存でき携帯がしやすいパンはその問題を解決してくれるものだったのです。しかしながら幸いなことにパンが兵糧として食べられることはなく、1854年に鎖国が解けると横浜や神戸などの港町を中心にパン作りは一気に広まりました。ポルトガルから伝わった製法に基づいたパンの製造、アンパンなどの日本特有のパンの開発、ドイツ式のパンやアメリカ式の菓子パンの製造方法などの伝来により、パンは社会に浸透していったのです。第二次世界大戦後には学校給食にも登場し、今や米に次ぐ主食としても定着しています。現在日本のパンの種類はとても豊富ですが、その中でも最も食卓に出るのが食パンではないでしょうか。一見どれも同じに見える食パンですが、日本と海外の食パンを比べると大きな違いが見られるのです。次に日本とヨーロッパの食パンの違いについてご紹介します。日本の食パンとヨーロッパの食パンの違い。1、
日本の食パン。箱状の型の四方を閉じて焼き上げるため、出来上がりも四角形。海外の食パンに比べると、とても柔らかく、ふんわり、しっとりとした食感です。主食としてだけでなく、お菓子や惣菜としての感覚でも食べられることが多く、牛乳、バター、ショートニングなどの油脂類によって風味付けすることで、単体で食べても味を感じられるようにしています。2. イギリスの食パン。イギリスパンは日本の食パンのモデルとなりました。型に蓋をしないため、上部は盛り上がった形になります。トーストしてカリッと焼き上げ、バターやマーマレードなどを塗ったり、ベーコンやマッシュルームなどでサンドイッチにして食べるのが一般的です。3. フランスの食パン。パンドミと呼ばれるフランスの食パン。フランスのパンはバゲットのように皮を楽しむものが多いですが、パンドミは中身を表す身を味わうパンとなっています。日本の食パンのような四角形も、イギリスパンのような山型もあって、形は様々です。4. ドイツの食パン。小麦の収穫が難しい土地柄だったドイツでは、ライ麦で作られた黒パンが食べられてきました。甘みのあるふんわり柔らかい日本のパンに比べて、酸味があり、中身がみっしりと詰まっています。ヨーロッパでは肉類をメインに食べ応えのある食事が好まれたため、パンも歯応えのあるものが好まれました。さらに甘さを控え、シンプルな味付けにすることで、多くの地域で主食として扱われてきたのです。このように、地域ごとの気候、作物、人々の好みなどに合わせて作られ、異なる特色を持つ食パン。食パンにはたくさんのレシピが存在するということですが、最近、日本の食パンのレシピが海外で話題となっています。食パンのレシピが1000万回再生。水と塩だけで練られる食パンを食べることが多いヨーロッパの人々は、牛乳やバターなどが添加されている日本の食パンをミルクブレッドと称して注目しています。アメリカの老舗料理雑誌ボナペティは、どうして日本の食パンに世界が夢中になっているのかと題した記事を SNS 上で何度か投稿しました。他にも YouTube に上がっているレシピ動画などでも、日本の食パンはとても人気となっていて、再生回数が1000万回を超える動画もあるのです。これらの投稿に対して、海外の人々は驚きの声を上げています。海外の反応。食べてみると、普通の白パンとは味が全然違うよ。日本のものは甘みがあって、より食感も良いんだ。本当に美味しい。チリ。僕は長年日本に住んでいたよ。コンビニで毎日のように卵サンドを買ってたんだ。あくまでも個人的な意見だけど、日本のスーパーで売られてるパンは、こっちのスーパーのパンより1000倍美味しい。アメリカ。日本の食パンを使ったフレンチトーストは最高。あと、ブレッドプディングも美味しくなるね。アメリカ。日本の食パンは本当に美味しい。私が日本の食パンで一番好きな点は、オーブンにきっちり収まる対称性。四角だから無駄なスペースが出てこないんだ。カナダ。日本の食パンを作ってみた。生地がベタつくから最初は失敗したかと思ったけど、時間が経つとベタつきがなくなった。3日経ってもすごくふわふわで驚いているよ。インドネシア。日本人が作る料理は見た目が完璧なのが大好き。メキシコ。
日本人は本当にどんなことでも完璧を目指すね。インド。日本初のパン屋さんと言われているのは横浜ベーカリー内木商店。イギリス人のクラークさんが創業した横浜ベーカリー内木商店は、見習いだった内木さんが受け継ぎ、現在は内木パンの名で愛されています。そんな横浜ベーカリーは角型食パンの元祖。日本のパンの特徴もこの食パンに濃縮されていると言っても過言ではありません。繊維が絡み合うようになっていて、すぐに裂ける日本のパンはヨーロッパではパンと認識されないこともあるのだとか。現在その認識の差すら超えて日本のパンが人気を集めている秘訣は、独自の進化を遂げてできた豊富な種類。日本独自に進化したパンの中でも代表的なものを10種類ご紹介します。外国人も驚く日本の独自進化したパン。1、アンパン。アニメアンパンマンでもおなじみのあんこが入ったアンパン。とても日本らしいと言えます。アンパンに懐かしさを感じる日本人も多いのではないでしょうか。元祖となるのは銀座木村屋総本店。外国人観光客にも人気で、今や当たり前のようにどこでも食べられますね。2、明太パン。日本人のご飯のお供、明太子が塗られた明太パン。ちょうど良い塩気が空腹を満たしてくれます。海外ではピザの感覚に近いかもしれませんね。3、ツナパン。惣菜パンというとツナパンを揚げる人も多いのではないでしょうか。ツナマヨおにぎりからも簡単に想像できる基本的な味に、オニオンを混ぜるとさらに美味しくなります。4、焼きそばパン。主食に主食を挟んだ焼きそばパン。その感性に対してなぜと感じる海外の人も多いのだそうです。5、お好み焼きパン。見た目も味もお好み焼きそのままのお好み焼きパン。もちもちとした食感のパンに挟まれたジューシーさに虜になる人も多いですね。6、コロッケパン。揚げ物も挟むのが日本流。ボリューム満点のコロッケパンは主食としても食べられます。さらにタレを変えることで味の変化も楽しめるのです。7、カツサンド。意外にもパンに肉を挟む国は多いのだとか。そのためカツサンドを見て驚く人は少ないようですが、その美味しさはとても評判になっています。ジューシーに揚げられた神戸牛などの高級肉が挟まれば、さらに美味しくなること間違いなし。日本人の感覚だと新幹線の中などの移動中にカツサンドを食べることが多いかもしれませんね。8、カレーパン。何にカレーをつけて食べる国はありますが、日本のカレーパンは一味違います。外側がカリカリに揚げられたパンの中からはホクホクとしたカレーが出てくるのです。誰もが虜になる味ですね。9、いちごサンド。サンドイッチにフルーツを挟む文化のある日本で一番人気を飾るのはいちごサンド。最近ではコンビニでも発売されるようになり、非常に甘い高級いちごを使用した贅沢な一品です。10、メロンパン。サクサクの外側とふわふわとした中身というギャップのある食感にメロンの香り。メロンパンにはまる海外の人も多いようです。独特の進化を遂げた日本のパン。
改めて見ると、海外の人々が驚くのも無理はないと思えるものがたくさんありましたね。惣菜パンも菓子パンも非常に種類が豊富なのですが、ここに消費者の多様なニーズに応えようというメーカー側の心意気を感じます。あらゆる好みを細かく拾い上げるのはサービス精神に長けた日本人ならではなのかもしれません。トライしてきた製造方法だけでなく、あらゆる製造方法を試した結果、現在のようにたくさんの人気レシピが生まれたのでしょう。これらのパンレシピが今後さらに海外で広がっていくかもしれませんね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。